箸で持ち上げた時に分かる、このシコシコの麺ね、これね、これがうまいのよ、これ。どうも、料理の兄さん、リュウジです。はい、ということでですね、今回はね、コラボ動画でございます。農心さんのですね、フルルーレーメン、皆さん食べたことありますか？今回食べさせていただいて、これね、めちゃめちゃうまいね、これね。冷麺ってあんまり売ってなくないですか？なかなかね、売ってないですよね。なんですけども、こういうパッケージがある全然知らなかったんですよ。両方ともマジでうまい、そのまま作ってうまいですよ、これね。僕はね、どっちかというとね、ビビン冷麺が個人的にはもうこっち推しなんで、今回はね、こっちの辛口のビビン冷麺、こちらをですね、使って、レシピを作っていきたいとかね、両方合わせて混ぜて食べるのもすごい美味しいらしいんですけども、今回はビビン冷麺、こちらでですね、バズレシピっぽい豚キムチ油レベ、マジうまいっす。本当に美味しいレシピができましたので、今からそれを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、それではですね、材料紹介いきたいと思います。まずね、一番大事なのがこちらの、農心さんのフルル冷麺ですね。はい、このまま食べてもめちゃめちゃ美味しいんですけども、今回はちょっと僕なりにアレンジしたものになります。はい、材料の方が、豚キムチ冷麺なので、豚バラ肉と、キムチですね。特出しにちょっとね、オイスターソース少しだけ入れます。はい、ビビン冷麺の、このタレものすごく美味しいんですけども、今回は他のお肉とかも入りますんで、ちょっとね、オイスターソースを足します。そしてごま油ですね。で、あとは、卵とニンニク、おろしニンニク、チューブでもできなくはないんですけども、生のものの方が香りが立って美味しいのでおすすめです。はい、はい、でこちらですね、このフルル冷麺のビビン冷麺ですね。これね、麺がうまいんですよ。韓国だと冷麺にこのそば粉が入ってるらしいんですけども、このビビン冷麺はですね、本場と同じようにそば粉が入ってて、香りも喉越しもいいんですね。ものすごいいい喉越しにですね、対抗するために、僕も喉越しを良くしていきたいと思います。ということで、フル冷麺のですね、喉越しに負けないぐらい喉越しのいいハイボール、どちらが喉越しがいいか、これから勝負していきたいと思います。いただきます。喉越しいいな、これ勝てるかな。僕は喉越しよくしながらやっていきたいと思います。はい、そしたらですね、こちらに沸騰したたっぷりの湯、ね、できればね、多めのお湯でやってください。こちらパッケージ開けていきます。まあ、こんな感じになってます。これが冷麺で、これ冷麺もたっぷり入ってるんですよね。下にこのタレ、このね、タレめっちゃうまいよね、これね。このタレめちゃめちゃうまい。こうビビン冷麺のタレってね、作るの結構難しいんですよ。豚バラね、今もう切れてない状態なんですけども、豚バラをこのお湯の中に入れていきます。はい、ちょっとね、もう僕ちぎっちゃいますから、これ、はい、包丁使いたくないからね。そうするとね、豚バラの油がね、このお湯にですね、溶け込んでですね、冷麺がね、結構ほぐれやすくなるんですよ。フルル冷麺の冷麺を入れます。これでね、煮ていく。3分間ですね、これね。で、まあ煮ていきます。こんな感じでね、ちょっとね、ほぐしながら煮ていった方がいいかな。これをやることによって、豚肉を別茹でしなくてもいいので、すごく簡単です。これ肉にも合うタレになってますんで、こま肉とかね、ロース肉とかも全然できるんですけども、茹でるんでね、バラ肉の方がまあ柔らかくて脂もあって僕は好きですね。はい、箸で持ち上げた時に分かる、このシコシコの麺ね、これね。3分間、茹で揚げましたので、ザルに揚げていきます。ザルに揚げて流水で、これね、茹で揚げたのを軽く流水で洗ったものになるんですけども、できればね、これね、冷たいお水で、冷やした方がいいので、これで、よく冷やしていきます。こうすることで豚肉もね、こうちょっと冷しゃぶみたいになって美味しいんです。これ手もちょっと冷たくなってきたなーっていうところで、揚げます。キュッとちょっと絞ります。水気があるとね、ちょっとタレが薄まっちゃいますんで、少し絞って水気をね、取っていきます。はい、このフルル冷麺が冷やし終わりましたので、僕もちょっと冷やしていきます。あー、いいですね。で、これね、付属のタレですね。このタレマジうまいからこれね。オイスターソース小さじ1杯、これオイスターソースを加えることによって、このオイスターソースの旨味がね、とてもの冷麺に合いますんで、冷麺と豚に合うんですよ。ごま油ですね、小さじ1杯半ですね。はい、これがね、油冷麺の油になりますんで、これ入れてください。はい、でおろしにんにく、なければにんにくチューブでもいいんですけども、できれば生のにんにく少しだけ、本当にね、小指の先ぐらい、よーく混ぜます。コシのある冷麺に絡ませるように。これがうまいのよ、これ。麺がね、全体的にこう真っ赤になるまでね、
やってみてください、これ。この麺を持っていきます。バラ肉をちょっと、タレもちゃんとね、豚キムチですから。でキムチはね、あえてね、あのこう熱を通さないでそのままやります。この、ね、赤が入るんですよ、これ。卵黄ですね、はい。油冷麺なので卵黄、いいでしょう、これ。卵白なんですけども、飲んでください。食品ロス撲滅。ちょっとね、青があると映えますんで、生かしてください、これは。で、いりごまです。いりごまね、香りをちょっとつけたいんで、こうちょっとひねりながらやってください。こうするとね、いりごまの香りがすごく出ます。いいですね。で、最後にラー油をこう回しかけます。これはお好みで結構です、はい。豚キムチ油冷麺の完成でございます。はい、それではできましたので食べていきたいと思います。いただきます。あー、うん、ビールにしていいですか、皆さん。ちょっといただきたいと思います。いただきます。卵黄絡まったところ、ダントツにうまいね、これね。麺のコシがまあやばいのよ、これ。冷麺ってやっぱコシが命じゃないですか。噛み応えがあって冷麺食べてるって感じがします、これ。うん、豚とキムチの食感も麺と一緒に頬張ってみてご覧なさいな、これ。うん、つまみこれだけでいいわ。ビールに合う、これ。暑い夏のね、ランチとかにもすごくいいんですけども、今年はね、冷やし中華じゃなくてね、豚キムチ油冷麺で決まりですね、これはね。めちゃめちゃうまいっす。めっさくすぎる、これ。ビビン冷麺がね、美味しいっていうのももちろんあるんですけども、ここに、オイスターソースをですね、あのキムチ、ごま油のですね、うまみとコク、香りが、加わることによってものすごい美味しいビビン冷麺になっております。一回やってほしい、このアレンジは。あのね、多分ね、食べたらこれびっくりすると思います。こんなにうまい冷麺あったのかっていうふうに思いますんで、皆さんぜひやってみてください。こちらの本心さんのですね、フル冷麺、全国の一部スーパーで販売しております。あとですね、概要欄に URL を貼っておりますので、そちらで詳細をチェックしてみてください。